ちょっとだけ。いいよ。なんか、あの、夜食食うリモート配信しようって、いいよって来て、うん、で、うん、あの、タイトルどうしようみたいな。言った時に。あ、言えないんだよ、それ。あ、恥ずかしい。なんで？え、いいよ、いいよ、いいの？いいよ、おもろいから。あのタイトル、タイトルをコマからタイトル、ちょっと待ってこれ。なんかね、違うの。ちょっといいですか？なんか、ご飯食べる話になったら普通こうリモート女子会ご飯食べますとかなんですけど、なんか。だってこれ汚すぎる。ご飯中にする話じゃねえ。絶対にタモコ先輩が言わないことを書いたらどうかなと思って、すげえ汚い言葉を書いてこれタイトルにしたらどうですか。とりあえずもうなんかもう下品な言葉にしてリモート雑談、リモート飯雑談配信にしようって言うから嫌に決まってんだと思って。そうだから、のなんかあそこがかゆいんだがわらわらみたいなタイトルにしたらどうすかみたいな。すいませんね、ちょっとね、ふざけちゃったな。リモート飯配信しようよって言ったら、うん、あ、じゃあタイトルあそこがかゆい。タイトルあそこがかゆいでやりましょう。なんでだよ、なんでそんなタイトル出てくんだよ。待ってた、なんかやるじゃん、夏場って。なんか夏はこうかゆくなる、言わねえよ、聞いたことないよ。え、知らないよ、そこの CM。 みんな絶対 CM 知ってる。え、知らない。夏は交換がかゆくなる、かゆくなったらメディケアヘムズみたいな、タンタラランタンタンってやつ。ガチ初めて聞いたんだが、その CM があるから夏はみんなそこがかゆいっていうのは鉄板ネタなんですよ、先輩。あー、そうなんだ。かゆかろうとかゆくなかろうと、うん、うん、そうなんだ。だからそういうタイトル。女の子は、うん、女の子はかゆくならないですけどね。そうだね。うん。ちょっと調べとこ。僕はまだ無知だったようだ。やばいよ、知らないままでいて先輩。